Welcome to Gundam Online. どうもシルです。さあ、出撃する地点シナンジュスタインが、まあ、どうなったのかちょっと見ていきたいですが、強化値がほどほどなのでまあほどほどなんですけれども、ここはインファイトレンジなのでそこそこいけるかなという感じではありますが、射程とロックオン、まあ、特にロックオンの強化は恩恵を受けるところが多いかなと思います。射程はまあまあって感じですけど、機体性能が若干強化されました。最高速度はもう一押し欲しいなというのが正直なところではありますが、指揮官から指示が届いている。ブーストチャージが上がったのが嬉しいですね。ブースト容量がそんなに高い機体ではないので、40もですね、ブーストチャージが上がったのは今回大きい点かなと思います。回収を優先させましょう。から指示が届いているぞ。自分本拠点 X が攻撃されているぞ。回収を優先させましょう。まだまだ壊れるまで攻撃続行。敵の2発に電子3クリーンの対比一時的にレーダーが無効化される。落ちるんか。修理して元に戻ればありがとね。あれで当たるようになりましたね。以前当たらなかったんですけどね、あの距離。弾切れが早い。止めるんだ。この拠点は俺に任せる。コンテナを持ってきたぞ。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復したぞ。何の問題なの。このマップはね、近距離、そもそも近距離なんでね。まあ、あんな奴私一人で十分だ。来週を迅速に行う。うわぁ、いってぇ。やられるか。修理して元に戻れば大反響よ。しっかりかけましょう。敵エースの撃破に成功した。これはダメな兄貴だ。リロードが長いですね。誠にありがとう存じます。敵の戦艦が見つかった。エチラスドだ。この拠点は俺に任せる。注意して元に戻れば大バトルよ。復活させましょう。まあこのマップなら何でしょう。この相性はいいのかなという気はします。瞬間火力が高いんだね。このバラに誓って、このバラに誓って、必ずや敵を沈めてみせよ。何の問題をね。胸のバラに悪あがきを。
まあ、支援権しっかりしてるから非常に戦いやすいように感じます。大体こう引いてしまうと厳しいですな。歌えることがなくなるという。修理をしよう。アーマーも高い方じゃない。サンキュー。戦力ゲージはまだ大丈夫なようだな。敵のミノフスキー粒子散布により一時的にレーダーが無効化される。回収を優先させましょう。外したし、撃たれるんですよ。残念。出撃する機体を選ぶがいい。まあ、そんな感じでございますね。ケラ、久々の登場です。ちょっと試しですね。試しで使って嘘を変えました。ウキウキですね。敵戦略敵の破壊に成功した。拠点を制圧。身の危機量減少。レーダー機関から指示が届いているぞ。何が何でもこうします。よし、撃ち続けて。敵軍戦略兵器が発見された。直ちに潰せ。敵軍モグラは撃たれるんですよ。押し込みまくってます。まあどうでしょう、このマップは別にインファイトレンジだから戦いやすいんですけど、これが遠くなるレンジになると、例えば本極基地ですねであったりするとちょっとどうかなという気はしますが。まあいいえ。このバラに誓って、バラには敵を沈めてみせよう。このバラに誓って、必ずや敵を沈めてみせよう。修理を任せてください。呼吸器を破壊しやすい。まあまあまあ、場所がそこは死ぬよなと思って思いながら回復したんですけど、もう一つ後ろだったら嬉しかったですね。そこは死ぬポイントです。指揮官から指示が届いている。ミノフスキー粒子量減衰。レーダーが回復したぞ。
長いっす。地味に食らわない。ちっちゃいアイガメね。修理するぞ。ありがとうね。エレガントに回収いたしましょう。敵の戦艦が見つかった。ヘチラスドだ。リペアポット設置。ありがとうな。戦力ゲージはまだ大丈夫なようだな。やっちゃった。敵のミノフスキー粒子3機により一時的にレーダーが無効化される。回収回収、とにかく集めよう。後ろがガラ空きなんだよ。うん、いい感じですね。弾薬を頼む。ありがとうございます。簡単に落ちすぎだな。なさそうね。修理して元に戻る。回収を優先させましょう。補給艦を破壊したのだよ。回収回収、とにかく集めよう。弾切れのようだな。ミノフスキー粒子量減衰。重なっちゃダメよ。あれ思ってたら回復、ね、回復される側は重なっちゃダメですよ。置けないですか。ちょっと顔配慮はするどういう手がいる配慮優しさがまだまだ行くよ。回収を優先させる。まだまだいけますよ。拠点を制圧。カバン様、やりました。機体が動かない。敵軍戦略兵器が発見された。エレガントに回収いたしましょう。敵の戦略兵器だ。まるで三つの味。協力をお願いいたします。甘いですよね。うわぁ、いってぇ。敵のエースだ。あんなやつ私一人で十分だ。嫌がらせ、完全な嫌がらせです。この辺にいるよねっていうのを味方に分からせるためのマーキングですね。下ろしてるんだぞ。マーキングでございます。これはダメな兄貴。悔しい動きの出方に成功した。残念。自分戦略ゲージが残り 50% いくよ。まだまだ。指揮官から指示が届いている。私自らが回収を優先させましょう。このバラに誓って。失敗した。意外と伸びない。まあちょっとティールあ、カック食らったな。危ない。出撃する機体を選ぶ。軽量式なんですけれども、D 式じゃなくて、火力じゃなくて当てることを優先、モーションの速さですね、を優先しております。モーション遅いんですよ。敵の身のスキー粒子3分回収を優先させましょう。敵にレーダーが無効化される。敵を撃墜した。これ死ぬわ。これ死ぬわ。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるの。命令が解除され。さあ押し込みまくってはいるんですけど、これ北また核くるんじゃないかなっていう。指揮官から指示が来ましたね。割られるよ。北。敵の戦艦が見つかった。蹴散らすのだ。自軍本拠点 X が攻撃されている。あと5分待ったら十分ですかね、時間的に。レーダーライン問題じゃねえ。
自軍戦略兵器が設置された。軌道範囲まで運搬を。やりました。補給機を破壊した。戦略兵器やりました。指導には反するが使うしかなかろう。次はどうした。戦略ゲージはまだ大丈夫なようだな。5分を切った。これいけるんだよっていうのをアピールしてですね、味方の前線に上がるのを待ってるんですね。敵戦略兵器の魔界に成功した。協力お願いできんかな。こちらにプレッシャーかけてこない全然悪いことがないと思う。最高速度欲しいですね。一応アーマー上げることに、エクストラボーナスを使っているので、アーマーは 3% ぐらいですかね。高いです。3500になってますよね。まあパーツアイテム、ミッションユニットとパーツも絡んでるんですけど。戦略兵器の軌道を確認した。軌道範囲から自分本拠点 X の耐久値が残り 30% を切った。こちらは3手先まで読んでいるのだよ。ミノフスキー粒子量減衰。レーダーが回復したぞ。手をお貸しします。なんで2個いるのか。指揮官から指示が届いているぞ。敵軍戦力ゲージが残り 10% を切った。いずれ再び相まみれよう。ミー殴りました。戦略兵器が設置され、出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるの。指揮官から指示が届いているぞ。まあ協力お願いします。じゃあ核もらっても、まあ X が割れても大丈夫なんじゃないかなという気はするぐらいの芸術ですけれども、これは大丈夫。もう大丈夫。やりました。いけー。よっしゃーという感じでした。まあこのマップならいけるなっていうところでしょうか。 M もありなんじゃないかなっていうフロート、まあこれあのスタインの話なんですけど気はしておりますね。個人の評価だ、うん、M も意外といけるんじゃないか説は感じます。この戦果よくやった。報酬を与えよう。回復するコンテナを選ぶがよい。火力が高いんで、まあ、6コンチだいぶ良くなったんで当てやすくはなったんですけど、それでも集団、まあ、集団もいいんでね、うん、どうでしょうね。ちょっと M 試してみたいですね。一瞬で打ち切っちゃうのでリロードの長さが結構ネックになってくるんですね、うん、リロードが5秒なんで、まあ、ちょっと M で35発
グレンランチャーはね正直いらないかなとは感じているぐらいで、バルカンリオドナガサをカバーするならバルカンも一つ選択肢として出てくるかもしれないですね。まあ格闘でいいんじゃないかなという気はしてるんですけどね。なんでかこれでひるまして相手の傷をつかせることは簡単なので、まあ、そこで格闘を打つっていうのも選択肢としてはありだと思います。なんか、まあ、まあ手数が増やすためにバルカンっていうのも選択肢だとは思うんですけどね。グレンランチャーが実用性がいまいちねばらげるし、そんなになんか射程短いし軽く取れてる気がしないんですよね。あんまりで重量もそんなに積載ある機体じゃないので、まあ、格闘とかに振って少し軽くした方がいいのかなという気もしております。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。